リバプールが29日、チームに所属する29歳のスペイン代表 MF、チアゴ・アルカンタラが、新型コロナウイルスの検査で陽性反応を示したと発表を。今、ズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこで簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、クラブの、ハツによると、チアゴは、新型コロナウイルスによ、軽い症状は出ているものの、健康状態は良好、回復に向かっているという。また、当分の間は、ロトコルに従い自己隔離されている。今夏の、席市場で、バイエルンミュンヘンから、川田チアゴ。現地時間20日に行われた、プレミアリーグ第2節のチェルシー戦で途中出場して、新天デビューを果たし、出場時間45分間以内の選手しては、リーグ史上最多のパス数を記録する、同、印象的なプレーを見せていた。しかし、現地、28日に行われた第3節のアーセナル戦は、欠場、ている。両。